ザコシさん、タイトルコールお願いします。ワイドナショー見ました見ました見ました。はい、みゆきさんはどうしたんだということで、今回のゲスト MC をご紹介しましょう。こちらの2人です。どうも、ナゴンです。お願いします。え、こっち行ったの？え、ここにいたじゃん。いやいやいや、え、ランクダウンでしょ。え、どっちどっちがランクダウンかなんだよくわからん。まあでもその阿部もナレーションやってるっていうことで、はい、そうなんですよ。初回からこうナレーションをさせてもらってるので、うんうん、おめえがナレーションしてると今初めて知ったから、ね、ちゃんと見てくださいよ。見てんだけど、はい、なんかちょっとちょっと師匠勘弁してくださいよ。っていうか何え、ど、はい、え、卒業したんじゃないの？ピティちゃん卒業、はい、うん、あのどうして私がここにいるかというと、ちょっと説明させていただきたいんですけど、うんうん、あの元気ジャパンのサポーターティーモが新体制になりまして。新体制、はい、ちょっと今日はねご紹介させていただこうと思って、はい、ガールズグループティーモのシーズン2がこのメンバーです。ティーモです。シュー、それぞれのシューがバラバラだけど全然合わさねえなおめえな。伸びしろですね。伸びしろ、はい、ということで新メンバーの自己紹介お願いします。グループ最年少のウアです。うん、特技は、立ちブリッジしながら、あの蜂が飛ぶの歌の中にルーを入れて歌うのが特技です。おー面白い。え、それやっていただけるんですか？それは、え、いいですか？いいえ、どうぞどうぞ。お願いします。おー、ブルルブルルブルル、ハルチルガルトルブルン、オレイレケルノルマルマルリルデルノルハルラルガルサルイレタリオル、ブルルブルルブルル、ハルチルガルトルブルン。おぉええやん。グループ最年少2人目のリオンです。リオン、特技はなんか手先が柔らかいので、うん、指と足が、あの足のつま先で立てます。おぉ、はいはいはい、行きます。うわー、今折れたで。バキバキバキって。バキって言ったけど。バキって言った。折れたで。病院行き。行ってきます。じゃあちょっと指の方も。指が柔らかい。直角じゃん。90度測れますねこれね。すごい。測れます。ね、なんか大工とかでね、本当ね、こうやれますよね、ここはね。便利ですね。はい、じゃあはい、ポストナッチーちゃんで頑張っていきます。メメです、お願いします。メメ、はい、メメ、特技は空手でちょっと蹴り見せていいですか？いいよ、蹴り。はい、おー、ありがとうございます。おアブ蹴ってもらう？いや、いいですよ、いいじゃん。蹴ってもらうにしても今ハイキックでしたよ。顔でしたよ今。ということで、はい、あー痛い痛い軽くって言ったのに。そんなわけじゃないです。めめちゃん、また次もお願いしますね。旧メンバーも改めて自己紹介。特技は、あの私めっちゃ八方美人なんで、あのなんか悪口とか言われても全部その人のことを褒めれます。キャラないな。なくても可愛いから大丈夫。無敵だ。な、元気ないな。あります。あります。ある感じには見えなかった。テンション低いな。テンション低くてもここに座れてるんで大丈夫です。あ、なんか腹立ってきたな。テンション上げていけよお前。なんか発泡美人なのかなこれは。最後は新リーダーになったみまちゃん。おい、タモリさん的な感じでやっていくんですか？ちょっとあのレディーガガさんに憧れちゃって。レディーガガみたい、はい、今日サングラスかけてきたんですけど、はいはい、での嘘でちょっと目の調子が悪いだけです。あ、じゃあなんかねちょっと調子悪い、ね、あんまり眠足なのね、はい、いや私の特技はですね、あの腰振りダンスなんですけど。お、腰振るの？腰振ります。おー、こんな感じでいつも腰を振ってます。恥ずかしそうにしないでください。でもちなみにこれめちゃくちゃバズってますからね。あ、そうなんだ、ま、100万再生とか出てるんで、うん、そう、いつから新体制なんだっけ？2月の25日に私のバースデーライブがあるんですけど、はい、そこで新体制もデビューライブみたいな形になるので、
25日にお披露目という形で。あ、お披露目でね、はい、あ、ええやんか。おうおうおう、はい、では早速今回のスペシャルゲストをご紹介しましょう。どうぞ。お願いします。お願いします。TikTok のフォロワーは160万人、モデルとしても活躍中の水野まなちゃん、まなんちょすです。お願いします。お願いします。かわいいね。特技とかやった方がいいんですか？いや、やりたければいいですよ。なんかみんなやってるからやった。 あるんだったら。え、簡単なやつなんですけど、あの手首を振って音を鳴らします。おお。いきます。おお、気持ち悪い。気持ち悪い。いや、できないです。できない、なんないもんね。できんじゃん、あの手首。あ、柔らかい。すごい。そこでできちゃったらね、こっちのね、あれがもう目立たなくなっちゃうからね。よかった、できなくて。できなくてよかった、できなくてよかった。さあ、今回も皆さんに日本を元気にする情報を持ち寄ってもらいました。まずは我々納言からです。はい、我々の元気ジャパンはオレンジゲームでーす。なんすかこれ。オレンジ、あ、皆さん知らないですか？知らない、まあ、オレンジゲーム、はい、あのリズムに合わせてそのオレンジをパスしていくんですよ、はい、オーレンジ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 、オーってパスされたら何なんですかその音程、音程のすごい変な音程、もうリズム感ないでしょ、あなた。むずむずっとする。これが本家のリズムなんですよ。オーレンジ、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 オーってパスされたら、オーで、だんだん大きくしてください、オレンジを。で、パスしていくっていう。大きくしていく。声を大きくするだけ。あ、オレンジ自体を大きくしていくんですよ。うんうん、はい。なんかトゥワイスさんとかがやってる、ね。あ、そう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 。韓国のアイドルの方がやってるのを見て、うん、あ、ちょっとこれみんなでやりたいなと思って。おお、はい。なんかもう最後はもうこんな。もう本当にそう。こんな感じで。最初は本当のオレンジサイズぐらいから始まって、パスされてどん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 大きくなって。最初は本当のオレンジサイズでどのぐらいのオレンジ最初本当のってどういう、まあ、おのおののオレンジでお願いしたいです。おのおのの、はい、最初はちっちゃいから基準だから、はい、ね、ここら辺最初がこのぐらいだともうね、もう次がもうこのなっちゃうから、はい、このぐらいでいけよ、このぐらいで。いや、だいぶかかるな時間。とりあえずやってみましょう、うん、いきますよ、うん、いきます。オレンジ、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 オー、オレンジ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 、オオオレンジ、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 オオレンジ、オレンジ、オレンジ、ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃい、ちょっと小さかった、ちっちゃいって、俺ここまで言ってたってお前頑張りましたよ。ちっちゃなったってお前。ちっちゃかった、ちっちゃかった、ちっちゃい、ちっちゃい。いや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 、もう一回やってみます。オレンジ、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 オオレンジ、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 でかい、オレンジ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 、急にでかい、オレンジ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 、おお、これはすごい、オレンジ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 、ああ、ちっちゃい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 、お前ここまでいったらこのぐらいだ、このぐらいだお前、地球サイズになってるからお前、もう限界ギリギリですよ今もう、本当？最初これぐらいで行きましょうねって話だったのに、ね、急にサイズめっちゃでっかくするから。いやいや、だってさ、そんなね、もう誇張、誇張ですから私は。だったら最後来てくださいよ、中越さんが最後言われた。違う違う違う、別にあれだろ、この順番じゃなくてもいいよじゃん。あ、こうやらいいわけ、いろいろパスしちゃってもいいですもん、はい、そうだね、たまたま俺に来るからやで。じゃあもう一回やりますか、そしたら。じゃあ俺にさえ来て、まあ、すぐ来て。オレンジ、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 オオオレンジ、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 皆さん元気になりましたか？元気になりましたね。これはいい。よかったよかった。続いてはピティちゃんお願いします。はい。私が紹介する元気ジャパンはノート術です。おーノート術。ノート術？ノート術です。ペンとノートと自分がいるだけで理想や夢に近づくというまさに元気が出る情報を持ってきました。おーなるほど。ノート術について教えてくれるのはいちか先生。ノート術とは一言で言うと何でしょうか？はい、皆さんの脳の仕組みを使って、うん、ご自分の思い通りの人生をデザインするという
願いを叶える習慣のトレーニングです。あ、お上手ですね。ノートと脳をかけたんですね。ありがとうございます。今回はそんなノート術の第一歩、皆さんに自分を知ってもらいたいと思います。はい、はい、皆さんにはこちらの何が好きか、何が嫌いか、何が良いか、何が悪いかをそれぞれ書いていただきました。いちかさん、これから何が分かるんですか？好きっていうのは、はい、ご自分の何か傾向が分かる。で、嫌いっていうのは本音が分かります。で、いいっていうのはポリシー、そして何が嫌っていうのは信念が分かります。はい、そんな分かるもんなんですね。はい、では、皆さんの回答を、一斉に出しましょう。どうぞ。はい、はいはい、こちらですね。おお、もうみゆきさんはもう聞きたいことだらけやなと思って。僕そんななかったんですか？終わりました。先生、僕も触ってほしかったですよ。飲み会が大好きな理由なんてなぜですか？飲み会はもう酒も好きですし、はいはいはい、まあ、芸人仲間と飲んでるのが一番楽しいんで、はい、飲み会めちゃめちゃ好きですね。飲み会で皆さんとお話ししてる時にどんなことないか。スタッフさんの悪口とか。あ、言うなよ。なんかこういう番組があってとか、そういう話はしますね。多分ご自分の思ってらっしゃることが言えるところがやっぱりあるのが大好きって感じかなと思いますよね。で、私ね、それで何が嫌いかで、その中で始まる大喜利がダメなんですか？飲み会中に始まる大喜利、急につまんなくなるからですね。あ、飲み会自体が。やった、インディアスのキムと飲むとすぐ始まる。やめてくれ、実名やめてくれ。そうなんですよ。あいつ大喜利得意だっけ？不得意なんですよ。なんでやねん。でも最後なんですけど、語尾が上がるっていうのは何か。語尾が上がる人、はい、どんな感じですか？なんでしょうね、打ち合わせとか、はいはい、スタッフさんとかで、はい、スタッフさんのことばっかり言ってますけど、スタッフさんばっかり、はい、別に嫌というか気になっちゃって入ってこないんですけど、このMC の方がみゆきさんを紹介しますってこう上がる方。ああ、なんでっていう。いるけど。ああ、スーじゃねえよと。いや、スーだろ。多分みゆきさんはプロなんですやっぱり。だからお仕事本当に本気でやってらっしゃるから、だからプライベートはもうはっちゃけたいみたいな。だからもう仕事を本気でやって、仕事がちゃんとなんかこうできるその人、そのがいいっていう感じなのかなっていう感じにちょっと見受けしますよね。なるほど。仕事で目標を持たれてるっていうかね。じゃあマナチョス、はいはいはい、もうすごいなって思ったんですけど、何が悪いかからちょっと話して、期待だけさせる人って なぜ嫌ですか？なんかこの仕事決まるかもって思って決まらなかった時って悲しいじゃないですか。だったら最初から知りたくなかったみたいな。あ、そういうことですね。うん、だから多分自分は期待させる人にはなりたくない。あ、なりたくない、うん、期待、自分はじゃあちゃんと決まったことだけを伝えたいってポリシー持ってると思います。はい、もうすごく分かりやすい方だなと思って。なるほどなるほど。で、あと大きな声で返事ができるって何なんでいいって思われます？なんか挨拶とかを大きい声でしてくれる人はなんか好印象だなって今日も現場で思ったので、これを書きました。そうですね、だからご自身がやっぱ好印象であるっていうことをすごく気にかけて、ポリシーとして多分お仕事されてるのかなっていうのを見受けしましたね。じゃあ続いて、はい、キモはこれは戦争なんでダメって思います？戦争っていうかその争い事とか喧嘩は良くないな、うんうん、あんまりだから人に対して戦っていったりする人じゃないのかもしれないですね。そういうことやめとこうと思ってる。ダンスが好きでキノコが嫌い、なんかバカみてえだな。分かりやすすぎて、厳しすぎる。今日初めてなんだ。では、ザコシさん、はい、もう あんまり先生の口から言うのをはばかられるような。ですね、ちょっとピーかなって思うんですけど、やっぱ師匠は多分、うん、やっぱりご自分がやっぱり男性としてやっぱり、はい、元気でいたいって思われてるのかなって。何が好きかって言われたから。嘘ついてないですもんね。そうそうそう、それを、ね、政治家みたいに、はい、私はね平和が好きなんだよとかじゃなくて、そうですね、素晴らしい、素直に言えって感じよ、ね、はい、本当に素晴らしい、本当に素晴らしい。予告動画で、予告動画が好きなんですよ私は。予告がいいんですか？まあ、あれで十分です私は。十分で。皆さんどうですか、自分のことよく分かりましたか？はしょられた。すいません、なんか ずっと聞いちゃったんで。はしょられた、ごめんなさい、すいません。いや、聞いてよ一応。聞いてみますか、すいません。何がいいかっていうのはいい、何かいいかっていうのは一本ネタで出演してくださいっていうテレビ番組がやっぱいい。なんでですか？
R1 グランプリ優勝前、はい、優勝後もそうなんですけど、はい、なんかネタ番組の30秒とかでやってくださいっつって、うんうんうん、そういうなんかこう吹き溜まりみたいな感じのとこにこう、はい、押させられて、はい、2017年にアキラ 100% が優勝したわけですよ、はいはい、で言うたら俺と同じような芸風なんですよね、はいはい、でもなんかあいつ同じ番組に出た時に俺は30秒でやってって言われたんですけど、アキラ 100% は、うん、1本ネタ出てたんですよね、うん、なんでやねんって思ったんですよ、うん、その時に、うんうん、で、年が、いろいろこう経て R1 の審査員になったんですよ、はいはいはい、審査員になったらでかいネタ番組あるじゃないですか、はい、そういう時に30秒でとか言われなくなったんですよ、うんうんうん、一本ネタで出てくださいって言われたんですよ、うんうん、でももうほら見たことかと、うんうん、粗末に扱った番組ざまあ見ろと言いたいんですよ私は本当にすっごい男らしい方なんだなと思った、はい、だからやっぱり絶対なんか迎合しない、うんうん、なんか自分自身で負けるのも絶対ダメな方なんだろうなってすごく思いました。なんかすごい素敵な方だなってちょっと思ってでしょ、はい、ね、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。いやーいやーいやー、ありがとう。続いての元気ジャパンはこちら、この人は何者でしょうか、クイズ元気人、はい。日本を元気にする活動を行っている元気人、果たしてそれはどんな職業の人なのか、みんなで推理していくコーナーです。それでは早速お呼びしましょう。お入りください。よろしくお願いします。お願いします。はい、それではここで、セナさんが何者か分かるヒントをご紹介しましょう。はい、はい、ちょっと数珠が多すぎるかちょっと気になりますかね。これ何、これ、まあ、もう一枚あるんですけどこちらですね、はい、何ヨガ、ピクニックピクニック、まあまあまあご飯食べた後座禅してるのかもしれないですけど、ピクニックコーディネーター、はい、ピクニックコーディネーターこんなピクニックいかがですかリラックスしたことがまあ仕事上の関係であるので、うん、まあ、ヨガとかちょっとしたりとか、うん、晴れた天気の時はこう外で心を整えたり、まあそれがヒントかな。ヒント、はい、はい、どうぞ。大奥、大奥、一夫多妻制みたいな。あ、こっちの写真で、あ、こっちの写真で、あ、そうです。あ、今そんなこと言わない方がいいよもうちょっと正解言っちゃっていいですか。出なさそうなんで、まあ、僕のお職業はというのはですね、まあ、どんな相談でも愛で包んだ回答ができる、うん、まあ、そんなお悩み解決人っていうのが、何それ不思議すぎてもうわけわかんないですよね。わかんないですね、うん、どんな恋愛相談とか人生相談とか、お金のこととか仕事のこととか、まあ、ご家庭の家族のこととか、そういったことなどをこう相談を通して世代を超えてお話をするという感じで、何でも愛に包んで返せるってことですか。そうですね。じゃあちょっといいですか、みゆきさん。何ですか、はい、やってもらうな。相談じゃなくても何でもいいんですか、はい、あ、もう、はい、愛に包んで、愛で包んでいきます。下北の古着屋とかで買うんですか、そういう人。じゃあザックさん何かありますか。エゴサーチすると面白くないって言われるのと、うん、面白いって言われるのと、うんうん、そのどっちが意見を聞いたらいいですかね、うん、これはですね、自分がその時目に留まって、あ、心地いいなっていうものに目を向ける、これがすごく大切なんですね、うん、はい、やっぱりこう見たくないなってものにも目が行ってしまう時って人生多々あると思うんですけど、はい、でもそんな時ほどやっぱりこう愛だったりとか、こうポジティブなものにこう自分がふっとこう目線をこう曲げることによってですね、はいはい、自分の人生 このハンドルの切り返しが大きく動くのと、うん、だからエゴサーチよりも愛サーチを探してあげると。愛サーチ、なるほど、大体分かってましたからね私はそうですね、ええ、そうそう、でも愛に包んでもらって、愛に包まれて、愛サーチ、幸せな愛サーチ、なんかこの元気をこう上げてるみたいな感じですかね。そうですね、やっぱり、ええ、たくさんの元気をこう集めて、なんかよくドラゴンボールとかで元気玉って、ね、あるじゃないですか、はいはいはい、そう、あれは攻撃だけど
こっちは癒しを。あ、逆元気玉ですよね。逆元気玉ですね。そう、あげてるんですよね。あげちゃうっていう、そう、元気を分けてくれじゃなくて与えに行くっていう。そうそうそう、そうです。あ、癒しを与えてる、はい、ということで、元気人はセナさんでした。ありがとうございました。ご飯、それは元気の源。日本を元気にしようと経済活動の最前線で頑張っている社長たちはどんな元気な源を食しているのでしょうか。社長ご飯。社長ご飯ですね。銀次ダビッドソンです。本日の社長さん、こちらの方です。どうぞ。こんばんは。よろしくお願いします。この人生は日本一たい、山本隆二です。よろしくお願いします。山本社長。はい。山本隆二さん、日本一たい焼きのフランチャイジーオーナー。2011年に創業以来、13店舗の事業展開。現在50歳。遅咲きの飲食業界の革命児がご馳走してくれるご飯はこちらのお店。カジュアルながらも高級感を漂わせる焼肉マフィア池袋。異色のエンターテインメント空間でいただくお肉とは。ここはですね、宮崎の尾崎様っていう方が作った尾崎牛を使ったものあるんですよ。今日はだからですね、そういつも僕が食べる和牛ジスカンという和牛の、ジンギスカンで和牛ジスカンなんですよ。和牛ジスカン、和牛ジスカン、口元がいたから。お肉を待っている間、いろいろお話を伺います。13年目で13店舗ってことは、年一で、まあ、店舗拡大されてるってことは、はい、あとずっと伸びてきてると思うんですけど、はいはい、あの、まあ、数字にすると1年で1店舗っていう計算になるんですが、実は本当に魅力が強くて、4ヶ月で1店舗14名いった従業員さん全員辞めたり、うん、そういうのも経験してて、そうなんですか、はい、むしろうまくいってないことが多いんです。あ、そうですね。それでもうまくいこれたというのは、自分の日って負けて止まれたと、今に見とけよ、うん、そんな気持ちがあったから今のことでした。うまくいかなかったときに、ちょっとこう、自分の気を耐えさせて、頑張ってきたというのがあります。そうです。はい。コロナ禍で店舗が増えたんですよね。あ、そうですね。コロナ禍に入って7店舗。と、この3年ちょっとに7店舗展開させてもらった。結構、飲食苦戦するとなったという話聞く中で、はい、なんかやっぱ要因あるんですか。はい、ありがとうございます。実は日本一たい焼きのたい焼き口があってですね、田舎の周りに何もない人間たちなんですよ。ちょっとイメージは、普通大丈夫、大学って言ったら街中に。そうですよね。道の駅焼きは、そういう道の駅的な。あ、じゃあ急に走ってたら、大学屋があるみたいな。そうです。あ、あの、車でしかほとんど行けないんで、はい、乗ってて10分、どうぞ変われるんですよ。なるほど。まとめがいいです。そうですね。はい。話が盛り上がってきたところで。よろしくお願いします。ありがとうございます。毎回こんな感じなんですか。はい、はい、毎回です。しんどいな。いいよ。焼肉マフィア池袋、ようこそ。ようこそ。マフィジスカン、いってらっしゃい。いってらっしゃい。肉食う前にパワーついちゃうね、この人。間違いないです。実は今日ちょっと特別なお鍋ですね。はいはい、これ世界に実は1台しかない鍋を、今日は使わせていただいて、500万円です。500万。今日こちらを体験していただく純一さんのために。わあ、すごい。尾崎牛を使ったジンギスカン、500万の鍋。情報が渋滞してますが、どんなお味なんでしょうか。あー、食べやすい。うん、油の質がいいんで、やっぱ食べ飽きないっていうのが結構言われますね。はい、肉感が良くていいですね。はい、うまい。そして目玉のシャトーブリアンもいただきましょう。この呼び方はうちのオリジナル。あ、めっちゃうまい。嬉しいです。よく言ったんです。テレビ出れるようになってよかったわ。程よく満たされてきたところで、ジュニさん、そろそろ食品も甘いのかからない。いや、はい、もうだいぶ前に、はい、出てきてもちゃうかなって思ってたんですけど。そうなんですか。はい、こちらになります。わあ、これ、はい、じゃあ尻尾から。はい、うわ、うまい。めっちゃうまくてよ、ほら、はい、あ、おいしい。これめっちゃうまいですよ。ありがとうございます。よくある。
ふわふわのたい焼きの生地よりこっちが好きです。はい、初めてよたい焼き食べててサクサクおいしいです。本当に美味しい。いや、すみません、あとありがとうございます。いや、こちらこそ、ありがとうございました。頑張って調整していただいて。いや、皆さん、こんにちは。こんにちは。そうよね、なんでここに集められたか皆さん分かってないから。はい、本当に。うん、説教されるみたいになったけど大丈夫ですか？怖いですよね、こんなね。ちょっとすごい緊張感がありますけどね。今注目の日韓合同ダンスボーカルグループ、自らの魅力を最大限に生かしたセルフプロデュース力、類を見ないコンセプチュアルな世界観。当番組が2024年日本中を元気にさせるアーティストを徹底調査。そんな中、オルビットに目をつけ出演していただくことになりました。オルビットさんがね、番組に出るなら何が見たいと業界関係者の方にアンケート取りました。ね、いろいろね上がりました。このね、韓国料理店を紹介する街ブラですとか、なんか絶叫系体験してほしいとかね、はいはい、ですが、あの一番多かったもの、はいはい、一番多かったのがイケメンアーティストに美容を教えてもらいたいとかね、おすすめの美容法を一緒に学ぶコーナーをやってほしいとか、そう、美容に関するものがすごく多かったんです。あ、すごい。そうなんです。ありがたい。ということで、皆さんと一緒に美容コーナーがスタートします。テーマあります。テーマは、はい、日本を元気に美しく。言ってみんなでいきましょう。せーの、日本を元気に美しく。このコーナーは2024年大ヒットアーティストオルビットが美容に関するホットな情報を探し、想像し、お届けしながら日本中を元気に美しくします。オルビットのオールビューティー、ご紹介しましょう。今回の企画にご協力していただける会社は、創業70年以上で全大手化粧品メーカーと取引がある浅沼コーポレーション様でございます。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということでね、美容コーナーがスタートするわけですけど、はい、まあ、言うてもアーティストの皆さんね、美容にはこだわりいろいろありますよね。はい、そうですね。こういうこだわりあるよって方。はい、あゆむさん。はい、僕は、うん、あの化粧を落とすときに、うん、そのまんま落とすんじゃなくて、スチーマーでファーって当てて、ファーって当てて、当てて、あの毛穴を開いてから落とすようにして、うん、立石さん、これはいいことですかね。はい、楽しいです。あ、よかった。よかった。なかなかやれないですよね。ということでございまして、じゃあもう初回なので、もうすごいですよ。いきなり何をやるか発表します。浅沼コーポレーションさん協力のもと、番組と一緒に皆さんで化粧品を作りましょう。すげえ、初めて初めて。で、何を作るかということですけど、先ほどのね、この業界関係者のアンケート、そして皆さんのファンの方からですね、リップを作ってほしいという声が多かったので、リップを作ることにします。はい、とその前に、まあ、この業界ね、いきなりそう簡単にはプロデュース商品作れません。まずはだから、この番組側が浅沼コーポレーションさんとコーナーのために作ったブランドのアンバサダーとして、皆さんの影響力をぜひ見させてください。わ、試されてる。まず試させてくださいね。やっぱ試させてもいただかないと。そうですね、まだ疑ってるところがあるんですよね。厳しい。まずはベースとなる、誰にプレゼントしても喜ばれるであろう商品を2つ作ります。2つ、はい、2つで、販売目標は各1万本で2万本。うわお、2万本。そうなんです。2万本以上売れたら、もうテレビ CM、もうね、各キー局でも放映します。うわ、テレビ2万本売れないと、その CM はなんか YouTube とか、あ、 YouTube とかになっちゃうんで、本気で、もう本気で、うん、2万本は売れた想定で、オルビットの皆さんはどんなリップのアイデアがあるのか聞いてみましょう。はい、僕たちって結構オルビットっていう名前でこう天体をモチーフにしてるから、で7人結構みんなバラバラの個性あるから、7色あったらおもろいなって思って。色がね、そう、うん、天体をモチーフにしてるので、結構
7色ライブをやってるからすぐ汗かいて、うん、すぐ色が落ちちゃうじゃないですか、うん、だからずっと長持ちする色が落ちないやつ、うん、男の人も使えるような色、うん、それは大事だね。僕たちもプライベートで使えるような、うんうん、結構乾燥しやすくて、うん、がっつり保湿力があるものを作れたら、うん、結構この季節もそうですし全体的にここ上は保湿用のがっつりした保湿用のしてこの下は色用のにしてやっぱりいい香りが、うん、香りがいいやつが確かに市長さんなんかアイデア出したそういえばは、うん、とにかく真っ赤なんで、ね、どうして肩好きです赤がわかりましたちょっと休んでてください真っ赤のは置いといて普段使いの経験男性目線さまざまな視点からアイデアが出たのではないでしょうか。めぼしいアイデアがあったのかプロの目線から聞いてみましょう。保湿と潤いに特化したものっていうのもちょっと非常にいいんじゃないかなと思います、ね、保湿と潤いありがとうございます。言ってないよねあなたのは1個も入ってないもんありがとうございます。いいねいいね、うん、その男性でも使えるような色だったりとか、うん、あとはあの落ちにくいリップとかっておっしゃってましたけど、うん、やっぱり、まあ、普段使いしやすいアイテムが一番いいんじゃないかな。うん、ありがとうございます。言ってないね潤いですとか普段使いできるそういったところをね、まあ、ベースにしながら、いろいろブラッシュアップして商品化に向けて検討してみたいと思いますので皆さん楽しみにしてくださいということで新コーナーどうでしたか。僕たちも美容にやっぱ気使ってるので、ね、すごいあの意見が出てきて、うん、すごいあの僕たち合ってる企画だなと思いました、うん、なるほど楽しみになりました。自分が割とその化粧品だったりとかに疎い方だったんですよ、うん、でボディメイクばっかりして外側の、はい、ボディメイクだけはしてるんですけど、ねうん、そっちの知識が深くはまだ知れてない部分とかもあったので、うん、ここから一緒に自分も元気になりますしこの番組も元気にしていけたらなと思ってます。素晴らしいありがとうございますということで新コーナー1回目本日ありがとうございました。ありがとうございました。頑張りましょう。狙いは定めて